365P を見るジャンニアニエッリア、セルジオピン・インファリーナ・フェラーリ 365P、グイダ・ソントラルは、フェラーリが開発したコンセプトカーで2台製造されたことが確認されている。グイダ・ソントラルとはイタリア語で中央操縦の意味を持つ。プロトタイプレースカーの同型式車とは別物である。グイダ・ソントラルのサブネームが示すように、運転席は中央で、 その左右にパッセンジャーシートを配した3、シーターレイアウトを採用している。このレイアウトを可能にしたのが、ミッドシップエンジン化であり、市販化を前提にした、ミッドシップカーの集作とも言える。グイダ・ソントラルの開発にあたり、この企画を大いに支持したとされるのが、アメリカでの最大手インポーターで、レースドライバーでもあったルイジ・キネッティである。彼の主張によれば、イギリスでも、 フランスでも、右も左も見え、この運転位置が一番自然と語り、このプロジェクトを推し進めたとされる。さらにもう一人この企画を、大いに支持したのが、当時のフィアット社長、ジャンニ・アニエッリで、アニエッリはこの車を、完成前に注文するほど入れ込んでいた。当時、フェラーリの市販車 275GTB やその後の365、 GTB4 等フロントエンジン搭載車が人気を博していた。P シリーズレースカー等でミッドシップを採用していたが、市販車にはメンテナンス性が良い FR レイアウトで十分と考えていたフェラーリも時代の流れと市場における強力なライバルの出現を無視できなかったということであろう。365P の開発は1966年に始まった。 その根幹には、同年のジュネーブ賞に突如現れたランボルギーに、三浦の存在があったとされる。賞の話題を独占したランボルギーニ三浦は、当時のレーシングカーで常識になっていた、ミッドシップレイアウトを採用していたが、フェラーリは市販車には採用しておらず、グイダ・ソントラルの発表時には、三浦に対するフェラーリの答えとも言われた。シャーシは、 交換スペースフレームで 250LM のものと設計がよく似ている。車体番号は GTK のシャーシ番号を与えられているため 250LM のシャーシをベースに製作されたと考えられる。エンジンルーム内にわずかに見える。その構成はエンジンの左右に配置された燃料タンク、フレームの取り回しと 多少差はあるものの LM とほぼ同じである。ホイールベースは 2600mm で、サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーンを採用している。エンジンは365の高度が示す通りボアファイ81、ストローク 71mm、4390cc の総排気量を持つ60度、V 型12気筒で、それぞれのバンクに1本ずつカムを持つ。 最一 1C2 バルブ、6機のウェーバー製キャブレターを搭載したエンジン T ポ -217 を採用。最高出力は380馬力程度と推測される。トランスミッションは 330P3 と同じ ZF 製の5段フルシンクロ MT トランスアクスルを採用した。これは 330P3 と同じく自社製のトランスミッション。 トランスアクスルが間に合わなかったためと言われる。ボディデザインはピニンファリーナで1965年のパリサロンで発表された D-206S のデザインコンセプトに沿うものが採用されたとされる。実際のボディ仮装もピニンファリーナで行われた。外観上の特徴は1968年に発売された D-206 に大きな影響を与えたとされるほどよく似ている。 ポラロイドガラス製ルーフを持ち、湾曲して、斜め後方の視界を確保した、リアウィンド、リアフェンダー直前に開いた、エアインテークなど、共通点は多い。コクピット周りは、中央に視点を持つシングルワイパー、中央に置かれた、メーター、両脇には、ダッシュボード上のベンチレーター等すべてシンメトリーに、配置される。シガーライターも左右につくが、なぜか灰皿は、 装備されていない。シフトノブは運転席の右側に配置されているがこれはもともと左ハンドル券で使用される前提で作られた結果である。左右の助手席は運転席より2 0トルほど交代した位置に配されるが前輪のタイヤハウスに足元のスペースを制限されるため居住性は良くない。また交代したパッセンジャーシートは 同乗者とのコミュニケーションが取りづらいと推測される。写真ナンバー8815は1966年5月13日にピニンファリーナの工房へ送られ仮装が開始された。車体色はメタリックグレーでサイドにウルトラマリンと黒のストライプが入れられた。内装はグレーの布張りと黒のレザーでしつらえられた。8815は フィアット社長のアニエッリが購入したため、クラッチペダルのアシスト装置が取り付けられていたとされる。納車後、アニエッリの注文により、後部に大型のスポイラーが取り付けられた。これは、アニエッリが高速時の安定性に欠けると指摘したため、ピニンファリーナのデザイナーたちが苦慮した結果、リアに大型のスポイラーを取り付けることで解決した。シャーシナンバー8971は、 1966年8月30日にピニンファリーナへ送られ、白の車体色に黒の合成側内装がしつらえてあった。こちらは1966年10月のパリサロンに出品され、鳥のスペシャルとして脚光を浴びた。いくつかのコンクールに出品された後、ルイジ・キネッティの元に納車された。キネッティはこの車を亡国公爵夫人の息子に、 納車したが、何年か、後に買い戻したとされる。もともと、ワンオフ制作なので、8825と8917には、細かいディテールに差異がある。フロントバンパーのターンランプ、ヘッドランプカバー、グリル等に差異が見られる。ありがとうございます。